マイケル・ブルース・ドンリーは、アメリカ合衆国の政治家、軍人。2008年6月から2013年6月まで、空軍長官を務めた。30年以上にわたって、国家安全保障に携わった経歴を持つ。連邦上院職員、ホワイトハウス職員、国防総省職員としての勤務経験を有し、国防長官府では、総務管理本部長を務めた。 1952年10月4日にカリフォルニア州ナバトに誕生する。1972年から1975年までアメリカ陸軍で活動した。1972年にアメリカ陸軍長報学校。1973年に国防言語研究所。1974年にアメリカ陸軍空挺学校に所属した。ドンリーは アメリカ軍第18空挺軍団と第5特殊部隊軍で勤務した。陸軍を離れた後、南カリフォルニア大学で国際関係論を学び、1977年に学士号、1978年に修士号を取得した。また、ハーバード大学で国家安全保障の上級管理者プログラムに参加した。 1978年から1979年の途中までヘリテージ財団の月刊誌、ナショナルセキュリティレコード編集長を務めた。1979年から1981年にかけてはアメリカ合衆国上院議会補佐官、1981年から1984年にかけて上院軍事委員会専門職員を務めた。 1984年から1989年にかけて国家安全保障会議で防衛プログラム部長を呼び事務次長を務めた。彼は事務次長としてホワイトハウス危機管理室を監督し危機管理の手順と政府存続計画に関する省庁間委員会を司った。また防衛プログラム部長としては国家安全保障会議の代表として 防衛資源委員会に出席した。またアメリカ統合参謀本部の大統領主催市販機会議にも調整役として参加した。ドンリーはパッカード委員会の立案構築に関与し、ゴールドウォーターニコルズ法についての政策をホワイトハウス内部で調整した。ロナルド・レーガン政権2期目では国家安全保障戦略の起草を行った。 1989年12月に、ジョージ HW ブッシュ政権において、財務会計担当の空軍時間補に任命された。ドンリーは、アメリカ空軍の予算の作成について、責任を負い、兵器システムに対する費用の見積もり、経済分析、アメリカ空軍職員に対する金融サービスの提供などを行った。ドンリーは1993年1月まで、 空軍時間補同年1月から7月までの7ヶ月間に空軍長官代行を務めた。空軍を離れた後は国防分析研究所に上級研究員として加わった。ドンリーは1996年まで国防分析研究所に所属し、続いてサイエンスアプリケーションズインターナショナル社の子会社ヒックスアソシエーツに上級副社長として参加した。 この間国務省でボスニアヘルツェゴビナ担当の特別顧問も務めた。2005年5月9日にドナルド・ラムズフェルド国防長官より総務管理本部長に任命された。彼は国防総省本部長者であるペンタゴンに勤務する職員1300人に対する管理業務や支援業務を監督したほかペンタゴン改築計画の予算55億ドルに対する 責任も持った。連邦上院の指名承認公聴会で質疑に応じるドンリー2008年6月9日にロバート・ゲイツ国防長官はジョージ・ W ブッシュ大統領に対してドンリーを空軍長官に推薦し、ゲイツはドンリーが空軍長官代行に任命されたことを発表した。その後連邦上院は2008年10月2日にドンリーを 空軍長官として承認した。ドンリーは空軍長官として空軍省の人員の組織、訓練及び福利構成の準備、提供について責任を持った。その対象は現役の空軍軍人30万人超、空軍州兵及び空軍予備役軍団18万人、分官16万人、空軍関係者全ての家族であり、 空軍の年間予算1,100億ドルについても監督した。2009年4月13日にドンリーはノートン・シュワルツ空軍参謀総長と共にワシントン・ポスト紙に意見記事を掲載した。この記事において二人は F-22 型戦闘機の生産中止を決定したゲイツ国防長官への指示を表明した。ドンリーは戦闘機の在庫需要は減少し、 F-22 の運用費用は増大していると明言した。ありがとうございます。